はい、皆さんこんにちは、ダイレクトカーズの水野です。前回トリップの車中泊の動画をゴールデンウィークに投稿したんですけれども、皆さんもご覧いただきましたでしょうか。今回も同じくトリップである検証をしたいと思います。車中泊の動画で紹介しきれなかったクーラーの検証をしていきたいと思います。トリップは DC クーラーと、あともう一つ持ち運びができるクレクール5というクーラーの、こちら1時間回してみて、どちらが一体どれだけ冷えるのかっていうのをちょっと比較していきたいと思います。はい、トリップの方ですね。こちら、このアッパーボックス開けていただくと、はい、出ました。こちらですね、こちらクールスターという名前になっております。こちらの特徴としては、とてもコンパクトな室内機と室外機が特徴です。設定温度は18度から28度、消費電力は 720W となっております。ちなみに今現在3時過ぎで、気温がなんと30度超えですね。で、今の三重県津市の温度がこんな感じ、まあ約23度ぐらいでしたね。なので、まあ室内温度で30度超えで、かなり暑いです。なので、それが1時間で果たしてどれだけ下がるのか検証します。はい、まずここ操作方法ですね。ここオンオフスイッチなんで、オンをします。そうすると温度と風量のが出てきます。で、ここのファンクションというボタンを押すと温度が設定できます。設定温度が設定できます。で、今回は20度設定でいきます。で、風量も今回は最大の風量で検証していきます。今ガンガンに風来てます。では、これで約1時間待ってみたいと思います。はい、現在 31.2 度、また上がってますね。はい、ではここから検証スタートという形でやっていきます。じゃあ検証スタート。
はい、で今1時間待ってみたんですけど、クーラー切っててちょっと今上がりつつあるんですけど、まあ、なので、まあ、20度設定で風量を最大までにしたら1時間で、まあ、5度から6度冷えるという検証結果ができました。はい、次試していきますのがこちらですね。フレクール5という商品になります。こちらの特徴としては、こちらもかなりコンパクトなサイズで、こちら取っ手がついておりまして、持ち運びもしやすいものとなっております。で、消費電力は 1250W で、設定温度は16度から31度となっております。それでは回していきましょう。はい、まずこちらもう電源を押すと、まあ、回り始めます。そうするとこの口が開きます。これも風出てきます。で、今回はトリップ同様20度に設定していきます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、始めた頃が26度ぐらいだったので、まあ、約6度下がりましたね。あ、こちらもまあハイエースの室内グハイルーフのスーパーロングなので、まあ、効き目は早かったかなと思うんですけど、まあ、それでも、まあ、こちらでもまあコンパクトの割にはすごいパワーがすごかったですよね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。こちらトリップについている
車載専用クーラークールスターと、あとハイエースで試したクレクール5の検証動画を撮っていきました。とまあどちらもすごい効き目はあるんですけど、トリップの広い空間の中でこれだけ冷やせる DC クーラーはやっぱすごいなっていうふうに個人的には思いましたね。というわけで今回はクールスターとクレクール5の検証動画を撮っていきました。ご視聴ありがとうございました。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画や再生リストもこちらから再生できます。それでは次の動画でお会いしましょう。